こんにちは、速稼塾の久保です。ペイペイって皆さんご存知です？ペイペイの中でもペイペイ運用っていうのがあるんですけども、これね、実質的に1円もかけずにお金をどんどん増やしていく仕組みなんですよ。ちょっとお目にかけましょう。4月21日に開始した私のペイペイ運用の結果です。現在5月26日の時点、1ヶ月と6日経った時点で61,893円入ってますよね。グラフがギュッと伸びてますよね。これをどのようにして作ったかと言いますと、PayPay って買い物するときにいろんな支払い方があるんですけども、私の場合は PayPay で払うことにしてるんですよ。コンビニでもそうですし、それから車のね、税金も PayPay で払ってます。で、飲食店に行ったときも PayPay で払ってますし、通販のときも Yahoo ショッピングなど PayPay で払ってるんですよ。そうすると、なんか 5%、10%、最大で 49% ぐらいの買い物金額に対するバックがあるんですよね。もちろん T ポイントも入ります。各種いろんな特典はついた上で、PayPay で払うと、PayPay で払ったということに対して、何パーセントかのバックが得れるんですよね。私の場合は 17% のバックが一番多いんですよ。で、それが積もり積もっていって、こういうふうに 61,908 円になってます。もちろん PayPay 運用ですから、PayPay で戻ってきたお金をそのまま使うこともできるんですけども、運用という箱に入れることによってね、運用もしてくれるんですよ。現在495円の運用益が出てるんですよ。プラスマイナスありますけど、これ自動的に全部やってくれるんですよね。だから普通にキャッシュレス決済をしてるだけなんですよ。で、現金で払うのは一番損です、今の時代。次にクレジットカードが損します。一番いいのがペイペイ払いなんですよ。いろんなキャッシュレス決済ありますけども、ペイペイが一強です。もうすでにね、セブンイレブンで買ってもセブンのポイントが入った上にペイペイまで入っちゃいますからね。すごいなと思いますよね。はい、あらゆる買い物で私は得をしまくってるわけなんですけども、さらにですよ、さらにもっといい方法があります。それはですね、モッピーっていうポイントサイトがあるんですけども、そこでいろんな案件を、例えば資料請求とかね、なんかクレジットカード作ったりとか、なんかこうお試しとかね、いろいろあるわけなんですよ。で、お金をかけずにそこで、モッピーのポイントを1000ポイントとか5000ポイントとか、この前私5万ポイントもらったんですよね。その5万ポイントをペイペイに変換することによってペイペイに変換できますから、そうするとここにも溜まっていくんですよ。ということで、むちゃくちゃ増えますね、これは。はい、ということなんで、1ヶ月と6日しかやってない私が 61,905 円を手に入れて、おります。いや、それ楽です。何もせずにですからね。ペイペイで払うっていうことだけを今までの暮らしから変えただけです。すごいと思います。